はい、どうも、はじまきよしろです。まあね、新年挨拶ですけど、なんかもうめんどくさいんで、本当に俺これから素直に活動していくんで、まあ、いろんな人傷つけると思います。っていう、傷つけるためにやってるんじゃなくて、俺のバーって感じで吐いていく、タンを吐くような動画投稿していくんで、その生放送とか、もうブチ切りします。やめますねみたいな、ああいう社交辞令みたいな嫌なんで、やめたいなって思ったら やめます。で、すぐ多分またつけるんで、そんな感じでやっていくんで、なんかもう本当にみんなまでそんな信者になってほしくないんですよ。俺の毎回は見てくれるけど、まあ、こいつ面白いから毎回見て、まあ面白いかどうかはさておき、まあその信者になってほしくない。俺はそのね、崇められるようないい人間じゃないんですよ。なんでね、まあ本当に今年はもっと調子乗っていきたいと思います。調子乗るイコール動画投稿しないっていう、何やその結びつきということで、まあなんだろうな、チャンネル登録者が少ないからやりたい放題だったけど、今多くなったらなんかやりたいことできなくなってるんで、もっとなんか好きなことしますね。面白い動画上げなきゃって使命感に駆られてる感じがするんで、俺もう面白い動画出しません。はい、ということで、もう俺のしたいことだけでつまんないって言ってもそれはしょうがないと思います。本当にだって面白いことが降りてこないですよ、俺は。最近ね。なんだろうな、最近面白いこと思いついたかな。思いついてねえわ。なんか一発ギャグとかやってくださいって言っても、俺は無視するわ、めんどくせえから。コメント全部読むのやめよう、めんどくせえから。もう、なんか、もう天狗になる。その、ストレスになりつつあるのが分かったんですよ。だから、それでなんかこれでね、はじまさん何々っていうのは、なくていいです。もう特にそんなしなくていいです。うん、まあぼーっとやっていくんで、まったりとやります。でめんどくせえな、生放送って OBS 開いてなんたらかんたらってやんなきゃダメ、めんどくせえ。まあね、いて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 何やってんだよ俺。はい、ということで、まあね、口臭いですね今、口臭いということで、今年は本当にやる気のない始まで行こうと思います。もうなんかもう疲れた、もう疲れた。いやもうただ寝てないだけだ。もう本当になんかもう適当に動画投稿していくんで、期待しないでほしいかな。でもその代わり、そのお金だけはくれ。金だけは要求する。仕事はしないけど。お金だけは欲しい。あ、でもそれできないですやっぱね。その100万とかもらえないでしょ、仕事に。自分に100万の価値の仕事できないもん。だからチャンネル登録者増えたら俺大変ですね。チャンネル登録者増えたらやっと分かんない。100人でこれだからな。1万人いったらどうなんだ俺、死ぬんじゃねえのか。まあいいや、死なねえ、生き生きしとるわ、ピン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 しとるわ。ということで、まあ、自分が面白いと思ったことをやっていく、あと自分がしたいってことも思ったことをやっていくんで、あまり他の YouTuber の批判もやめます。なんでかっていうと、他の YouTuber の批判すると面白いことしなきゃいけないみたいになっちゃうんですよ。モズさん俺批判したんですよね、もうほんとつまんないよなって言っちゃったんで、やんなきゃいけない風潮になったんですけど、すごいすごい、モズさんすごいよねみたいな感じで、ね、もうディスのやめる人、ディスの価値もない。ディスったらディスった分だけなんか変な代償が来るから、もうやんな。褒める、もう俺 YouTuber 褒めてく YouTuber になるわ。ということで次回の動画で会いましょう。